します。はい、あくちゃん TV です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、人生についてお話ししたいと思います。そうですね、もう僕もね、今年も44に、ね、なりますね。はい、おっさんでございます。そうですね、まあね、人生ね、ちょっとまあ真面目にしてきたか言うたら、まあしてないですね。まあずっとね、ね、こう、まあね、中学校はね、野球したりしてね、まあスポーツの方はね、頑張ってきてね、良かったと思うんですね。高校もね、野球部でね、まあいろいろあってね、高1の途中でね、高校ね、野球部ね、やめてね、で高1からね、陸上部でね、まあ一応ね、頑張ってね、結果出してね、県2位というね、まあ成績を収めてね、四国大会も行けてね、まあいい思い出にはなったと思いますね。で高校からね、卒業してね、まあ美容院にね、就職してね、まあいろいろあってね、まあね、まあ一番取り柄としてはね、手が荒れてね、まあね、やめれてしまいましたね。半年ぐらいでですね。それからまあですね、まあずーっと転々とバイトしながら、まあですね、まあずーっとね、社員の仕事もせずね、まあずーっとパートをしながらね、つないでね、今に至るっていう感じですかね。そうですね、もうね、今に至ってね、いろいろね、まあね、人生ちょっとね、もうちょっとね、勉強、ね、したらよかったかなと、今ね、まあ、後悔しても遅いんですけどね、まあまあ僕の人生なんでね、まあそれでね、まあ一応ね、あ、まあ YouTube に出会えて、まあね、YouTube も無料でできるということでね、まあ一応ね、今 YouTube をしてますけどね、もう YouTube をしてもね、4年目になりますけどね、まあなんとかね、登録者の方がね、達成できてね、あとまあ総再生時間がね、まあちょっとね、まだね、達成できてないんですけどね、まあこれはまあ自分でね、頑張るしかないんでね、まあ皆さんのね、ご協力とね、まあそれもいりますんでね、応援の方よろしくお願いします。そうですね、まあまあね、今後はね、もうちょっとね、ね、人生ね、まあ後悔ではなくね、人生楽しかったよっていう人生をね、今後ね、歩んでいきたいと思っております。はい、そうですね、まあね、今日はね、人生についてもうちょっとね、まあ人生ね、勉強不足ということでね、今後ね、まあ努力していきたいなと思っております。はい、はい、ね、まあ皆さんはね、人生どうでしょうかね。僕はね、ちょっとね、ここ43年間生きてきたんですけどね、結構ね、遊んだりね、いろいろね、勉強せず遊びの方がね、多かったかなと思っておりますね。まあいろいろね、飲み屋であったりね、ギャンブルもしましたしね、結構ね、いろいろね、ちょっとね、やらかしたりね、まあね、ちょっとね、まあいろいろね、借金もしましたし、まあいろいろあります。はい、ね、今後はね、いいね、人生が送れるようにね、頑張っていきたいと思います。 YouTube の方もね、頑張っていきたいと思いますんでね、応援の方よろしくお願いします。それではまた次回に続きます。ありがとうございました。失礼いたします。